風邪ひいた、喉が声が出る、風邪ひいた。山椒をむくんでるわら。幸せ。ランチホテルだったかな。はい、こんなとこです。磯原シーサイドホテル、磯原シーサイドホテルでした。アンパンパン、水に濡れて元気が出ない。いや、今からひたちなか行きます。最近体力の限界を感じるわけね。そんな疲れた体にキューピーコアゴールドアルファプラス、これを飲めば元気が出る。6号線を通ってずっと行きます。はい、レッツラゴー。全粒粉入りパン塩、全粒粉入りパン塩。川越を通って東京の大都市に行かずにぐるっと回って厚木の辺を通ってちょっと行こっか。ふこさん、埼玉の越谷レイクタウンって行ってみたらいいよ。日本一大きいショッピングモール。ほんま、もう降りてきたね。すごいよ、もうすごい降りてきたから。今ここ今北海道からどん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 、北海道からどん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 降りてきて今ここです。この丸い青い丸のとこ、よーここまで来たね。よー来た。もうちょびっとずつだけどね、一日ちょびっとずつだけどここまで来た。ガッキーからいただいた iPad です。アラジンチャンスさん、エグザイルに憧れる46歳。ご隠居村を作りたい。だからそこの地域活性のためにご隠居村を作るんだよ。農地でまあミネラルウォーター倉庫だよ。ミネラルウォーターをいっぱいやるんと、あと雨水を貯める。雨水を貯めてこう水道水にする。マーライオンさんの肖像がこれ。マーライオンさんの肖像。ご隠居のあれ。これ写真じゃん。ちょっと海浜公園行きます。それではスタート。スタートっていうのも雑になったね。なんで雑になったとかそんなこと言うのよ。食わないで。ヒットコ太郎さん、この道沿いに道の駅日立お魚センターあり、そこに鮮魚市場があるようだ。あ、ほんまに。そこ行ってみるか。あ、あんこ送ろうか。あれのさん、ステッカー渡しといたら。ステッカー、ちょっと僕の傷跡をね、残していかないといかんからね。右折。魚を食べると、頭が良くなる。魚はどこにある。魚になるよ。よし、着いた。ちょっと行ってくるわ、どんな感じか。ジンバルで撮って、iPhone で撮って、それを、あげる。YouTube にあげる。YouTube にあげて、それを皆さんに見てもらって、さあどうするかっていう話。はい、それではちょっと行ってきます。まだ、1時間後ぐらいやね。1時間後か30分後ぐらいにまたやりますんで、お願いします。それでは。そうだな。ちょっとね、面白くなるのがね、まあ、今日雨だから今日お休みね、ご隠居放送は。今日放送はお休みです。雨さんさんとこのボボボボドドドドケンタッキー。
ボー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 ケンタッキー、ボー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 ケンタッキー。アラジンチャンスさん、2時間前にサンドイッチ食べてましたよね。アフくんさん、早食い頼んまい。ペリオスさん、なんで今頃食ってんねん。エスパニョールさん、梅がなんで軽く食べとっかに腹減るじゃん。まだ3時だよ。まだ3時。おやつ。うん。ペリオスさん、予約16時からだけど残さず全部食えよ。で、ほんならね、ちょっとお金入れるよ。一応今月が43,489 やマイナス。43,489 やマイナスです。今のところね。よし、行こう。ホテル行こう。はい。今回の動画はどうでしたか？よければグッドボタンを、チャンネル登録はこちらまでお願いします。